passed through, nothing lived. え、題して、スナイパー選手権でございます。ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジのセガソフト S2 とシンクです。はい、本日もスマブラ SP 検証やっていくんですけれども、はい、本日の企画はですね、題してスナイパー選手権でございます。はい、スナイパー選手権っていうのはですね、まあ簡単に言えば、まああのキャラのあの技、まあ、リンクの弓とかね、どっからなんて言うんだっけ例えばリンクの弓はどこまで届くのか、ルフレのビームとかね、うん、意外と知らないじゃんみんな。確かに。実は無限もいるんじゃないかと、検証系 YouTuber としてやらせていただきたいと思います。いきましょう。一番遠くから当てられるキャラを予想して当てていきたいと思います。はい、ほうほうほう。村人の埴輪横を押したいと思います。僕はね、ルフレの電撃スプラッシュですね。あれは多分ね、端から端まで行くんじゃないかなと思いますよ。ネスの上 B PJ さんだ。ビビビビビね。ちょ、まあ、ルールなんですけど、クッパをね、右の35のところまで持ってって、うん、あの打つ人がこんな感じでね、あのバッて当たった後でこうやって下がっていって、なんで当たったのかっていうのを、なるほど、数値として出していきたいと思います。はい、ということで検証スタート。ゴー、レディーゴー。ゼリーラーメン。こういう職業についてるのかな。抜いたやつを燃やす仕事。余計なことすんだよ。ボムヘ出たらどうすんだよお前。ボムヘ出た時スキリ取れんのかよ。クッパもう動かさないで。これで今ボムヘ出たら俺も次ボムヘ出ると思って行動してる。常にボムヘのために生きて。おっ、えっ、おっ、えっ、土星さんがで抜かれた。土星さんがで抜かれた。土星さんめっちゃ広い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 。あーやったあーやったいや俺のせいじゃない。土星の寿命よ俺のせいみたいな顔したっしょ今。え、てかさ、土星さん抜けるって知ってた？知らない。おー出てきた。おい、当たった当たった当たった。大丈夫大丈夫大丈夫って。あ、30当たった当たった2727だね。26って土星さんは27。これデイジー、デイジーは一緒、デイジーは一緒、デイジーは一緒、マジで絶対ちょっと頼むぞマジで。俺誰もデイジーって言うなって思ってたけど言ったな。どうせあのね、ボムヘッド、いかせーのボン。やっぱ全然いける、いくやん、全然いける。今考えるとさ、最初におーおよしよし、絶対当てろ。これ当てて終わりにしよう。いくよ。じゃあいきます、最後せーの。おーよし、余裕はあった。26.5。余裕がねえんだ余裕がねえんだ。26の時当たんなかった。ギリギリギリ。ほんと頼むよマジ怖い、びっくりした余裕はあったな。余裕があったな。じゃあね。
まだまだだな。カモン。え？待ってこれあるぞ。無限？これ無限セットある。当たる。2.5。2.5。2.5だったね。任務完了。ロックマンと一緒にダークシップの方が強いから。確かになるほど。こういうのあるの。ほら。待って待って待って。え？じゃあ。うん、じゃあ、1だね。ふっ、しゃらくさい。ルフレマイナス30からやるもん、なんだろう。確かに、いいよ、一番面白くはいいよ、自信あるんだったら。まず1を貸してる。こっから、当てますから。超大きく出たね。マジ？これ当たったら俺、感動するよ。こういいわ。いきます。いいですか、今のところ、ブラックピットがマイナス1から打って1だったと。超えましょう、ルフレ。端から端まで行くんじゃないかなと思いますよ。電撃スプラッシュ。はい。おお、でもすごい。いくよ、カモン。セイ。おお。勝利の秘策はここにある。でも防衛をただ投げるっていうだけで時間短縮します。それだから君が視聴者にどう思われたいかで決める。視聴者に俺がどう思われたいか。うん、寝とけお前らは。俺は根性の YouTuber 燃える男。ちょっと抜き師お願いしていいですか。ちょっと待ってくださいよ。また抜くんですか。もうやめてくださいよ。もう胸が枯れます。これ以上抜かないでください。じゃあ俺より株抜くの上手いよって人いる？それいないわ。それはいない。なんでいない？おー。you